こんばんは。水曜日、皆さんお仕事終わりかな？お仕事学校終わり？お疲れ様でした。テレビをなんかチャンネルをつけて置いておきたい。何でもいいや、ランダムで。こんばんは。昨日は劇場公演でした。S 公演で久しぶりかな。いつぶりなんやろう。なんか2週間ぶりとかかな。最近2週間ペースで出てるかな、劇場公演は。客席が増えて2回目の S 公演で、なんかやっぱりまだたくさんファンの人がいることに当たり前やったのに慣れず、うわーってずっとなってた。感動してた。でもね、ブルーオレンジのサイリウムが1年前かなに帰って、なかなかいっぱい見る機会がなかったんけど、昨日はたくさんサイリウム見れて嬉しかったです。でもなんか多いね、 S の子たち。ブルーとオレンジが多いのか、入ってる子が多いのか、なんか全部自分のやつって思っちゃう。またぜひ劇場とかイベント来るよって言ったらブルーオレンジのサイリウム売ってください。握手会とかさ、トーク会、会まではトーク会のお見送りとかでも振ってくれるのは嬉しいから、夜遅くまでいてくださる方が振ってくださったりするの嬉しいので。次のトーク会は4月3日なので、まだまだ5月の日程も受付中なので、ぜひ遊びに来てください。あ、そう、今日のショールームは弾丸なんで、待ってても基本弾丸やねんけど、通知が行くと思うから、それを信じてみんなフォローしてくれると。たまに行かへんっていうのも聞くけど、土曜日行きます。4月3日、3日、4日、春です。もうあったかい。もう暑いよね。もう日焼け止め塗ってるもん、全身。モーニングね、ぜひ。確かに名古屋のトーク会の前はね、みんなモーニング行ってから来れたりしたら、できたらいいよね。ぜひぜひ。なんかそんなしょっちゅう行けへんからね、なかなかペースが遅いので、ちょっとペース配分考えつつ、今ちょっと遠出したいなっていう風に思ってて、まあ愛知県内ではあるねんけど、でもそう遠出するならもう一日さ、予定ない、お仕事ない時じゃないとなかなかさ、お仕事に追われるのが怖くて、あ、時間あるって思ったらさ、なんかせかせかするの苦手や、嫌いやから。3月31日、明日から4月やん。なんか気候はあったかいけど、あっという間だね。もうほんまに早い、1年が。
シオのトーク会をちょっと見て、時間は遅めなので15時からやから寝坊することはないと思うので、ぜひぜひ。よっ、最近ハマってるものは何やろな。逆にじゃあみんなが最近ハマってるものは何ですか？みんなの近況報告会。カレー。カレーはなんか夏の食べ物っていうイメージがあって、夏から食べてないの。あーいいね、桜の写真。もうどこを見ても桜満開やねんけど、なんかコンサート終わった後にさ、ちょっとお花見とかさ、桜ゆっくり見たいなとか思ったけど、コンサート終わったらもう散ってるやんな。お、大富豪。しかも大富豪やってるよ、夜に。夜出現率多いかも。またやりたいね、時間を合わせながら。今度は配信しながらやろうかな。ナイアンカードでやってる今。お誕生日だった。ハッピーバースデー。ぜひ地下のSKメールを取ってくれてたらいるので、それを信じてます。あ、今月はもうカード関係ないんや。ポイントってこと？ルール変わるん？何事？あ、投票？一押しポイントが一番多くなるデッキ。なるほどね。あ、ってことは、じゃあ地下のカードでやってもいいってこと？地下めっちゃ一押しあるよ、今。自分で言うのもなんですか。じゃあみんなと久しぶりに地下のカードで会える。やったん。じゃあ戦いましょうね。なるほどね。じゃあみんな、チカちゃんカードの育成もよろしくお願いします。パッションフォーユーももう終わっちゃうもんね。パッションフォーユーの思い出もいっぱいあるからね。何から始まったんやろ。 CM 選抜、広告選抜、コント劇かな。そうやな、ツイートしよう。パッションフォーユーの思い出って。あ、誕生日のねカードしか毎回なんだかんだログインしてたもん。みんなで一緒に頑張って。なんかこのま、この感じやったらさ、再演凱旋できひんまま終わっちゃいそうやなって。悲しいね。せめてちょっと映像とかさあったらよかったのに。まあなかなかね、著作権とかもあるねんけど。まあ終わっちゃうのは寂しいけど、また切り替えて、こういうイベントがね、今は大富豪かなである確率が絶対高いと思うので、みんなで一押し力だったりポイントだったりカードのレベルアップだったりコツコツお願いしたいです。一緒に。ねえ、グラサバはやっぱファンの人にみんなに見に来てほしかったからな。
ね、パッションフォーユーのグッズもさ、みんながツイッターで当たったよっていう報告見るのも好きでしたね。そうだよね、なんかパッションフォーユーでしか着れへん衣装しか衣装もたくさんあったから、なんか貴族風衣装だったりバレンタインとか可愛いの着たり、韓国っぽいドレスのやつ着れたり、ケビンアテンダントだったり、なんかいろんなの着たから楽しかったもんね。なんかあーそうだね、美浜海遊祭もお世話になったり、いろんなイベントがあったね。こう思うと「ありがとうね、みんなパッションフォーユー一緒にコツコツプレイしてくれて感謝」。寂しいな、スタッフさんとかに会えへんくなっちゃうのも。撮影の時にね、お世話になった方たちに。切り替えて4月からね、また新たに頑張りましょう。最近ね、バナナスムージーにまたハマって、今日の朝もね飲んだ某有名なコーヒーショップのバナナのフラペチーノが好きすぎて、お家で再現してる一人でバナナと、あとはねアーモンド、ココナッツアーモンドミルク、ココナッツがちょっと入っちゃってるからまた味変わんねんけど、アーモンドミルク、あと蜂蜜入れてスムージーして、もうねそのまま飲んだ。めっちゃ美味しいねんこれが。夏はさ、じゃあ冬よりにスムージー飲むとちょっとさ寒いから飲まへんようにしとってんけど、夏は美味しいね、うまし。明日の朝ごはんもバナナスムージーを飲むか、なんかさちょっとオートミール食べるようになってから、オートミールのなんかミルクとバナナきな粉とかかけて、なんかすごい海外チックな朝ごはんに惹かれて、それを作ってみるか悩んでる次のバナナメニューね、オートミールにミルクチーンってして、蜂蜜、きな粉、ヨーグルト、めっちゃ体に良さそうな朝ごはんじゃない？をちょっと食べてみようか悩んでる。ちょっとやってみようかな明日。ミルクとバナナ、蜂蜜、きな粉。めっちゃ体にいいじゃんそれ。お米はね食べないかも。でも最近ご飯久しぶりに炊いて冷凍して、それをで卵かけご飯食べてんけど、めっちゃ美味しかった。卵かけご飯はオートミールじゃあかんな、あれは白米じゃないとダメ。きな粉美味しいんだわ。うん。
かな。 TKG ロリスト、オートミールのね今レシピのね動画流してる予習してる。朝、明日朝ごはんでもお腹空くかな。今日の夜ごはんはねさっきお鍋食べて、プチッと鍋がいっぱいあるから。でももうお鍋の季節終わっちゃう。まだ4末までいけるかな。4末まで。やっと冷凍庫の白菜がなくなってきた。今なんでパンパンなんやろ冷凍庫。あ、ブロッコリー、かぼちゃ、ブロッ、今冷凍庫が潤ってんねん。あと何が入ってる、あ、ベーグルだ。何鍋が好きな、もうダントツすき焼き。すき焼き美味しい。今日はでもね豆乳の素みたいなやつ食べた。すき焼き大好き。でもなんかすき焼きは一人鍋より誰かと食べてたいな。すき焼きってさ、なんであんな美味しいんやろ。今度ちゃんと自分で醤油、みりん、砂糖とかで味付けてみよう。すき焼きはもう牛肉じゃない？ダントツ牛肉派だな。もつ鍋いいね。もつ鍋一回だけ食べた冬。すき焼きは最近もうね締めまでたどり着きませんそれまでにもうお腹いっぱいってなっちゃうから。まあでもうどんがきしめん好きやねんな。近く何かさ最近思った、自分の趣味をお料理やと思ってきた。公式ちょっと変える機会があったら料理にしようと思った。特技っていうほどでもないから、なんか自分がある食材で作るのが好きやから。ちゃんとホルモン好きよ。もうホルモンはね伝統入りしてるよ好きな食べ物。花嫁修行っていうよりも自己満よね。自分が食べたいから作るかな。うわ、きしめん、駅のきしめん食べたいな。でもお腹いっぱいなんだよな今近く来るみんなのブームが気になるって。確かにね、早くみんなでねなんかご飯行けたりしたらいいのにね。もう落ち着いたらまだまだ先になりそうやけど。カフェラテ、こんばんは。最近視力検査したら 1.5 の 1.2 やった。スタバのマイブームはね、バナナのバナナンアーモンドフラペチーノ。めちゃめちゃ、ちょっと視力落ちたというか、わからん、前がわからんけど。そうだから劇場とか見つけるのめっちゃ早い。いつもね
近くくる見つけた時の合図はね、指差しグー指差しグーで見えてるよっていう何合図。でも絶対地下老眼になるもん。 SNS とかしてたらめっちゃ携帯触っちゃうもん。怖いな。目にいいもの食べよう。何が目にいいんやろ。ブルーベリー、なるほどね。アサイに入れよう。冷凍ブルーベリー買おう。早く冷凍庫を掃除しなきゃ。なんか新作のアイスとかも食べへんのに、なんか買って冷凍庫に入れちゃう癖があってさ。ブルーベリーアサイに入ってんの美味しいねんな。アサイって何が入ってんだろう。なんかアサイボールってよくさ、なんかなんやろうと思って調べんねんけど、いつも難しくてわからんくなる。なんかアサイのフルーツみたいなのがあるけど、そもそもそのアサイが何かがわからんくて、アサイボールって何ですかって言われたら説明できん。あ、そう、アイスって賞味期限ないって言うやんな。ほんまに一生持つらしいよあれ、冷凍やからって信じてるねんけど。なんかアイス専用冷凍庫買いたい。嘘、そんなあったら食べちゃうからダメ。そもそもアサイはなんか SK に入った時、中3の頃かな、その時にめちゃくちゃブームでいろんなメンバーとかが食べとったイメージがあってんけど、それから 1,2 年後にやっと自分の中でアサイ美味しいってなってっていうのがあったかな。やっぱ東京行った時にアサイのお店がいっぱいあるから、なかなかね愛知県で食べるってなったら難しいですね。少ないねんけど、もう今はお家で作れたりするもんね。そう、 SK カフェで出したメニューもう美味しかったん。チカちゃんボールね、今は何やろ、バナナジュースじゃない、それこそ流行り。殿堂入りね、アサイボールも冷蔵庫が魚だらけで困ってる。魚フィッシュねえ、 SK カフェ欲しいよね。メンバーもファンの人も嬉しいよね。懐かしいな。今やったらちかがっつり系作るかも。甘いのってさ、なかなか、もうアサイは甘いとはまた別やねんけど、がっつり系の方がファンの人は食べるっていうのを聞いたから、なんか自分が作りたいのはもう作らせてもらったから、次はファンの人が食べたいものを作ろうって思った。矢先にやカフェがねなくなっちゃったから。なんか無難にカレーライスとか牛丼とか絶対ファンの人人気あるんだろうな。そう、お寮のさ餃子のやつがめっちゃ美味しそうで、そういうの出すかも。何出したいかな。そぼろ丼とか好きやけどね。親子丼、グラタン、ドリアか、なんだろうな。あとポキ丼、アボカド、マグロのポキ丼ね、体に良さそう、美容に良さそうやんな。
アボカドポキ丼、サーモンポキ丼も美味しいよね。うん、めっちゃおしゃれに行くなら、なんかランチのデリみたいなやつにして、この5種類のメニューから3種類お選びくださいっていうのをやってみたい。おしゃランチ、あ、いいね。ロコモコいいね。ハワイアン好きかも。ハンバーガーとかも好きかも。近いやったらアボカドクリームチーズとか挟んじゃうな。照り焼きとかも置いてさ、もうめちゃくちゃさ、一時期カフェ行ってたから、なんかそれでさ、カフェメニュー見尽くしてさ、こういうのが自分食べたいんやとかさ、分かってきたよね。あ、モーニングね、いいね。カフェいいね。またね、そういうのがあったんよね、スケーカフェ的なの。プロデュースモーニング、そりゃ悩むわ。ちょっとね、毎回悩むもん。モーニング行って、4人ぐらいで行きたいもんだから、3、4人で行きたい。メニュー多いお店とかは、いいですね。夢が膨らみますね。っていうことで30分経っちゃった。ありがとうございました。雑談に付き合ってくれて。8時に終わろうかな。あと10分ほど。10分ほどみんなの質問大会、ドンと来い。チカが答えたいと思う目に入る質問をしてください。最近映画見ましたか？最近はね、ナルトを 見始めて、ちょっと映画止まってるんすわ。危ねえ。セーフ。今日は夜更かしします。多分怖い映画は見ません。高校野球、あ、この前野球見てたよ。昨日一昨日かな、野球テレビつけて見てたよ。週末のトーク会で着るお洋服、悩んでるかな。その時のお天気と、お天気次第ですね。旅行に行くならどこ行きたい？北海道。国内なら北海道。リオンさんの家に遊びに行きたい。今何が食べたい？もう今何も食べたくない。お腹いっぱい。コンサートの準備バッチリですか？いや、不安なので、ちゃんと復習します。ワンワン、ワンワン。ラン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 。勉強するときどういう方法で勉強しますか？その教科によるかな。ひたすら書くやつもあるし、暗記、まあでも書くことが多いかもね。暗記って口に出してやるより書いて頭に叩き込む方が入るかも。アイスのおすすめ、この前サーティワンのね、ピスタチオがめちゃくちゃ美味しかったん。これめっちゃおすすめ。ピスタチオマジ。夏コンの時にモーニング行きたいんですが、おすすめ教えてください。ぜひ
ハッシュタグ SKE モーニング部でインスタグラム調べてください。近く来るのラッキーアイテム、明日も4月でしょ。ラッキーアイテムというよりラッキーカラーはピンクで、4月といえば桜なのでチェリーブロッサムカラーをぜひどこかに身につけてお出かけしてください。お寮のアイドルプロデュースどう思ってるの。すごい、なんかすごい質問来たね。楽しみじゃない。そういうのやるよっていうのを聞いてたので、まあ簡単な道のりではないとは思うけど、なんか新たな試みとしてお寮自身がアイドル好きっていうのもずっと近くで見てきてたし、なんだろうな、地下も楽しみだし、応援するしかないと思うので、やってみないと成功するも失敗するも分からへんから大変だとは思うけど、また近々会おうねって言ってるので、その時にいろいろ話していきます。そっか、明日ゆずさんの誕生日か。そう、今日ちょっと時間あったからさ、ゆずさんの誕生日プレゼント見に行っててんけど、なかなかねしっくりくるものがなくてね、なかなか。冷房も使ってんよ。寒いわ。なんなら今日どっかお店入った時冷房ついててめっちゃ寒かった。暖房はもうつけてない。でもこたつつけちゃうねんな。近くこたつし、4月の末くらいまで毎年つけちゃう。外はあったかいけどさ、お家の中寒い。あるあるじゃない、春あるある。まあ風邪ひかないようにみんなで、春風邪はあんのかな、分からんけど気をつけて、体調に気をつけてね、4月からも過ごしましょう。最近食べたもので一番美味しかったもの、ほんまに近く某コーヒー屋さんのバナナフラペチーノめちゃくちゃ好き。バナナとアーモンドが多分好きで、もうね4月の中旬で終わっちゃうねんけどね、2回くらい飲んだ。いや2回って全然まだめちゃくちゃ好きの域に入ってへんか。まあ食べ過ぎ注意なんでね。かな。なんかみんながちゃんとチカが飲んだやつをチェックしてくれて愛おしいです。やば、眠くなってきた。花粉に負けてる僕に励ましないってこと。みんな花粉か。花粉の辛さは分からん。しかもでもハウスダストやからたまにきついのは分かるけど、気持ちだね。花粉は気持ちなので、花粉に負けない気持ちを持って過ごしてください。大変やと思うけど、4月の目標か、痩せる。ライブに向けて、ライブが終わってもやけど、ベストコンディションで挑む。でもまあずっとマスクしてたら、しかもマスクしとったら大抵のそういう花粉とかハウスダストとかは防げんねんけど、マスクしても辛いんかな、みんなは。コンサートのご褒美はね、
お買い物するって決めてる。お洋服買うって決めてる。けどこういうのって大抵コンサート終わった後にはもう物欲なくなってんだよな。嬉しい、顔痩せたなって。でも言われた、最近顔痩せたって。でも顔だけじゃダメなんでね、全体を綺麗に綺麗になりたいので、みんなのために頑張るパイ。美味しいものより今は物欲かな。友達にちょっと太ったでしょって言われてキーってなって、そしたらその友達にこの前痩せたねって言われて、もうね快感やったので、頑張ろうってまた思えた。そこで安心せずに、みんなもね、きつい時があったらご褒美を決めて頑張るっていうのもモチベーションの一つだと思うので、美味しいもの食べるだったりでもいいし、どこか出かけるでもいいし、何か買うでもいいし、誰かに会うでもいいし、モチベーションの上げ方はそれぞれだと思うので。ねえ、鏡餅みたいになってて最高に大変なことになっております。愛おしい、チカボクルーが愛おしいわ。でもこうやってさ、チカボクルーをなんやろ甘やかしてたら、逆にチカもみんなに甘やかされそう。いっぱい食べなって言われそう。ありがとうね。終わろうかな、そろそろ。みんな遊びに来てくれて頑張ってね、明日からも。あと1週間2日、またアイスケイメールだったり SNS アップするので待っててください。おやすみ、みんなありがとう。